今日は代表的な鍵盤打楽器である木琴と鉄琴のスタイルを解説していくよ。スノでは木琴や鉄琴はあまり使われない。スタイルを指定しないと出てこない楽器だね。でもスノの木琴、鉄琴はいい音してるよ。だから使ってみようってのが今回のテーマ。今回は木琴2種類と鉄琴2種類、合わせて4種類のスタイルを解説するよ。木琴はシロフォンとマリンバ。この2種類の楽器の違いを知ってるかな？学校とかにある普通の木琴はシロフォン、マリンバはでかい木琴って感じかな。どっちも木琴の音だけど少し音が違う。この後の実例で聞き分けてみてね。鉄琴はグロッケンシュピールとビブラフォン。普通の鉄琴はグロッケンシュピールの方だよ。ビブラフォンは特殊な装置がついた鉄琴で、鉄琴の音にビブラートがかかるんだ。鉄琴2種類は全然音が違うから、この後の実例で差がよくわかると思う。それじゃ実例を聞いてみようか。今回はチルアウトを混ぜてみるよ。チルアウトのおとなしい曲調の中で鍵盤打楽器の響きをじっくり聞いてみよう。木琴2種類と鉄琴2種類、それぞれの音色を聞き比べてもらったよ。シロフォンは硬くて軽快な音、マリンバは柔らかく温かい音がするよ。まあ音の違いは言葉で説明するよりも実際に聞いて判断してもらうしかないね。スノでは音色が変わると曲調も変わるよ。単純に好きな音色の方を選ぶのは良くない。シロフォンは軽快な音からの連想で明るくアップテンポでリズミカルな曲調になる。マリンバは温かい音からの連想で暗めでスローテンポでメロディアスになる。この曲調への影響はかなり大きいんだ。作りたい曲調に合うスタイルを選ぶといいよ。鉄琴2種類のスタイルも木琴と似ている。軽快なグロッケンシュピール、柔らかいビブラフォン。ただちょっと注意しておくべき点がある。ビブラフォンは曲調を強くジャズに寄せるよ。ビブラフォンはジャズで多用される楽器、ジャズスタイルと同じくらいジャズになるよ。このジャズ要素はかなり厄介な効果だよ。マイナスジャズと併用してもいいかもしれないね。それじゃ次は木琴、鉄琴のスタイルと他のスタイルを混ぜて曲調の変化を見てみよう。混ぜるスタイルはフュージョン、ラテンハウス、ハッピーハードコアにしたよ。木琴、鉄琴どっちも好き。
木琴、鉄琴スタイルが与える曲調の変化、その影響の大きさが分かったと思う。好きな音色のスタイルを選ぶのではなく、曲調に合わせた効果のスタイルを選ぶ。木琴、鉄琴スタイルを使うときはそこに注意。曲に合わないスタイルを使うと微妙になる。逆にその曲調の変化をうまく利用できれば、かなりいい感じに整った曲も作れるよ。それじゃ、またね。